本土へ搬送してる猶予はありません。ご存じありました。もう大丈夫ですよ、このまま運んでください。お先いただきます。あやか、そろそろ教えてくれよ、男女どっち。コトはよ、今まで島のみんなの命を救ってきたんだよ。20年前星野さんが先生をこの島に呼んでくれて感謝してもしきれません。ただそれは四季名島診療所をなくすということですか。何、重大なこと。わかるよ、一緒に暮らしてれば。